こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はオランダ歴代国王について解説していきたいと思います。それでは始めます。ウィレム1世、ナポレオン失脚後の1815年、ウィーン会議により、18世紀まで共和制を敷いていた、オランダとハプスブルク家の領土だった南ネーデルラントを合わせて、立憲君主国オランダ王国が成立すると、初代国王に即位した、南北ネーデルラントは20年に及ぶ動乱の下で経済活動が混乱しており、その立て直しが求められていた。そのため、ウィレム1世は商工業の積極的な振興に力を注いだ。また、200年にわたっては語れてきた、南北ネーデルラントの統合を推し進めようとした。しかし統合は破綻し、1830年にフランス7月革命の余波でブリュッセルでも暴動が起こり、ベルギー独立革命へと発展した。ウィレム2世、父の上位により即位した。1848年には自由主義派の要求する、王権を制限する憲法改正を認め、翌1849年にティルブルフにて逝去した。ウィレム3世、王としての権威を振るおうとしたが、父王の時代に王権を制限する憲法改正がなされていたため、国民からは嫌われた。家庭ではユルテンベルク・オイルヘルム1世の娘ゾフィーを妃に迎え、3人の王子を得た。長男オラニエ公ウィレム、ニコラスは39歳で死去。次男マウリッツ王子は7歳で夭折、三男で長男に代わってオラニエ公となっていたアレクサンダーも33歳で死去と、いずれも若くして亡くした。以後、オランダ王家では原国王ウィレム・アレクサンダーが、生まれるまで、直系の男子が生まれることはなかった。ウィルヘルミナ、母エンマの摂政下に置かれたが、1898年アムステルダムの教会で即位式を挙げた。1901年メクレンブルク、シュエーリン公ハインリヒと結婚。1909年に王女ユリアナを出産、立憲君主制の下で議会を尊重したが、女王の影響力も決して小さくなく、第二次世界大戦勃発まで中立政策を堅持、国内的には広範な社会改革に着手した。1940-1945年、ドイツの侵入によりロンドンに亡命政権を樹立、ドイツへの抵抗とオランダの自由を説き、オランダ解放を熱狂的に祖国へ迎えられた。1948年ユリアナに位を譲りたい。ユリアナ、母の上位で大いに即位た。戦後本土が荒廃し、オランダ領東インドなどの植民地を失ったオランダを立て直し、再び繁栄の時代をもたらした。1980年に王位を長女のベアトリクスに譲った。ベアトリクス、ユリアナ女王の上位を受け、ベアトリクスは女王に即位した。2002年に夫クラウスと死別、さらに2004年には母ユリアナが崩御し、父ベルンハルトも崩御した。2013年1月28日、テレビで演説し、2013年4月30日に退位し、ウィレム・アレクサンダーに上位する、ことを、発表し、同年4月30日に退位した。ウィレム・アレクサンダー、オランダ王室史上、ウィレム3世が崩御した1890年以来、実に123年ぶりの男王の即位となった。その後、アムステルダム新教会で就任式が挙行された。現在もオランダ王室は続いている。